どうもさんこんにちは、5月27日日曜日、今日もね動画撮っていきたいと思います。まあ、今日はね、明日あとしあさってかしあさっての5月30日の行われる、浦和競馬のね G2 先玉杯の予想動画とで、もしね火曜日に、火曜日のメインレースかな、確か B1B2 のハンデ戦に銀ちゃんがね出れば、まあ一応今日ね、2本の動画、予想動画ね出すんですけども、まあ、ちょっとね、それまで、今、6時ちょっと前で暇なんでね、まあ、少なくともあと6時間以上出走表出るまであるんで、まあ、それまでね、ルパン三世のデビュー見ながら暇つぶしてるんですけど、ずいぶん前にね、なんていう風に動画出したか俺もちょっと覚えてないんですけど、今、YouTube のなんか違法の動画が、まあ、結構ね、削除されやすいっていう動画を、先月か今月のね、頭ぐらいに出したの覚えてるんですよ、俺も。その時にもね、確か名探偵コナンに関しては俺触れたと思うんですよ。どこだっけな、ちょっとそれまで探します。ありましたね。日付としては4月の24日、タイトルが、NTT が実施する海賊版サイトへのアクセス、制限に関して、まあ、海賊版サイトに思うことをぶっちゃけますって感じで、まあ、その時にね、なんだっけな。違法なね、本を、投稿してる、まあ、海賊版サイトがなんか1個ポシャったって言っていいのかな。まあ、1個、閲覧できなくなったようで、まあ、その時にね、まあ、俺が、まあ、大体今年の4月、3月頃から、まあ、2ヶ月ぐらいで、まあ、結構ね、もう今この画面出してるんですけど、名探偵コナンとかね、まあ、いろんなね、アニメとかの、動画見てるって言ったんですよ。まあ、今は、キテレツ大百科とか、昔懐かしい、ゼンマイ侍とか見てるんですけど、たまに。でね、まあ、ドラえもんとか、クレヨンしんちゃんとかもあるんですよ。まあ、アンパンマンがあるかどうかわかんないんですけど、まあ、一応、4ちゃん代表するアニメって言ったら、まあ、アンパンマンとコナン。で、テレ朝代表が、まあ、しんちゃんとドラえもん。であとは、まあ、フジテレビ代表が、まあ、ドラゴンボールでいっか、だと思うんですけど、まあ、あとテレ東もね、ポケモンとかいろいろあるんですけど、その中でもね、コナンだけがね、異常に動画が消されてるんですよ。まあ、それまで随分前に言ったと思うんですけど。でね、まあ、一応今回やる企画としては、まあ、企画ってわけじゃないですけど、まあ、一応ね、今日5月の27日なんで、まあ、ちょうどね、明日の28日から、6月の3日までの、7日間で、ね、まあ、ちょうど1週間で、まあ、コナンのね、コナンのこういう名探偵コナンの動画を出してるチャンネルを、もう片っ端から登録して、あ、でもね、こういうね、全部動画を上げてるチャンネルだけですけど、まあ、それをね、チャンネル登録して、何個チャンネルが消されるかってね、まあ、ちょっと、まあ、暇つぶし的にね、まあ、遊び半分でやっていこうかなと思っております。でね、まあ、それやる前にね、1個チャンネル登録しといたらね、もうポシャったんですよ、1個だけ。どれだっけ？本当はね、タブレットの方からも結構わかりやすいんですけど、こっちの方がわかりやすいのかな？一応ね、これまあ、俺結構その、自分の動画出してるチャンネルがこれで、いろんなね、YouTuber さんの動画見るチャンネル別にあるんですけど、そっちのね、チャンネルで1個ね、登録したのがこちら。まあ、いろんなやつ出ますけど、名探偵コナンの映画2018ってチャンネルがね、これ消されちゃってるんですよ。だから、こういう風にいつ消されたかも正直俺も分かってないし、ちょっとね、あるんですよ。だから、俺が知ってる限りでも今年入って4チャンネルぐらいでも消されてるんで、とりあえずはね、もう今からね、片っ端から、ちょっとね、チャンネル登録してい、きたいかなと思います。一応ね、なんか通知がね、やたらと入るとめんどくさいんで、この通知だけはね、全部消しちゃいたいと思いますが、一応、これも一応登録しとこうかね。もうね、とりあえず片っ端からね、分かる範囲のやつを全部登録して、あとはこれもかな。あとはね、その関連リストの動画で、まあ、結構似たようなやつがね、こういう風に全部出てくるんでね。まあでも一応4月なんで、もう1ヶ月ぐらい経ってるのは、おそらくチャンネルは消されないと思うんですけど、まあ一応こいつら、まあ、一応ね、まあ、俺はね、基本的にどうこうってわけじゃないですけど、まあ、一応ね、全部違反の動画なんでね、まあ、加工してるといったものの。あとは、これかな？こっちか。あとは、これ押したか。結構ね、いろんなね、チャンネルがあるんですよ。映画出してるのもあれば、普通に一般のチャンネルもあるんで。まあ、これね、歌とかはもうめんどくさいんで省きますけど、これ一応ちょっと登録しようかね。コナン名探偵も登録しちゃうか。
あとこのコナンなんとか。これも登録しちゃう。で、名探偵コナン2018。これはでも、チャンネル来てんのか。じゃあこれ登録しときましょうかね。まあ基本的にね、俺はなんつうのかな。まあ、俺自身の、ね、意見としては、まあ、基本的にね、これも全部著作権法違反にはなるんで、おそらく、まあおそらくってかほとんどなるはずなんで、まあ、一応犯罪なんですよ。で、まあ、YouTube でも結構音楽出てると思うんですよ。まあ、中には AKB とかのそういう公式チャンネルもあれば、まあ、個人的にね、勝手にアップロードしてるチャンネルもあるんで、まあ、CD とかもね、おそらく歌だと著作権にもなると思うんですよ。だからまあ、基本的には犯罪なんですけど、まあ、俺が思うのはね、犯罪の中にも、まあ、やっていい犯罪もあれば、やっちゃいけない犯罪もあると思うんですよ。まあ、犯罪だからね、全部やっちゃいけない、なんですけど、まあでもね、逆にね、犯罪でも、犯罪じゃないけどやっちゃいけないことだってあるんでね。まあ一般常識で離婚、セクハラ、モラハラ、パワハラと。まあその中でもね、まあ著作権のね、こういう違法動画に関してはね、まあ俺的にはね、まあやってもいい部類だとは個人的には思うんでね。まあそれはもう俺の勝手な意見なんですけども。でも結構一応チャンネル増えましたね。よいしょ。これでね、まあ一応何個消されるか。これも一応登録しましたよね。これもだね。これしかもおそらくなんかの映画だな。これ確かなんかの映画だな。俺見たことあるもん、これ。あとはこれもかな。しかもこれ意外とすごいのが全部 CM ついてるっていうのがいいっすよね。こういうの、違法動画が全部。これも一応ちょっと消して、あ、やべ、失敗した。消して、で、これもつけて、消して、あとは、今回ね、めんどくさいんで、歌とかはちょっと省きますけど、これも、おそらくは登録者か。これも別に歌なんでいいで、DC チャンネルは登録してる。コナン名探偵は登録してる。これ多分登録してねえな。あ、してた。この NG を登録してると思う。コミックジャパン、これは別にどうでもいいや。これ多分登録してねえな。あ、してたか。DC チャンネル登録してる。で、これは大丈夫なチャンネルかな。これも登録しなさいね。まあ、ちなみにでもアップロードされてからね、まあ、一定期間経ってるのもあるんで、まあ、これなんか5月12日なんで、まあ、約2週間なんで、まあ、おそらくチャンネル的には消される可能性もあると思うんですけど。これは登録してあるよね。してますね。これも登録してる、登録してる。これ登録してるよね。してますね。基本的に今出してるのは同じかな。で、一応、この中からね、あと、前はね、名探偵コナン映画って検索すると、こういうふうに、カラクリナイのラブレターとか、いろんなやつが出てきたんですけど、今はね、映画ってやってもね、映画じゃないのも出てくるんですよ、中には。あ、11人目のストライクは一応入れてみましょうかね。これはちょっと新しいじゃないかな。あ、でも登録しちゃった。登録済み。まあ一番いいのは、名探偵コナンで検索かけて、あ、こっちの方が楽かもな。でもそうなると、でも名探偵コナンってチャンネル名つけてないのもあるんで、中には。コンテンツタイプ、とりあえずちょっとチャンネルね変更しましょうかね。で、一旦何個ぐらいのチャンネルが出てくるか。あ、でも結構出てきますね。これもどっち、あ、でもこれ9ヶ月か経ってるし、なんかでもそんなにって感じだな。これちょっといいよ、ね。これは249分の動画。これも別に関係ないね。名探偵コナン劇場版。あー、なんか動画なくなってますね。もともと消されたのかどうかわかんないですけど。でもやっぱりね、こういうふうにね、チャンネルで行っちゃうと出てこないんで、やっぱりね、一個ずつね、手探りで行くしかないんですよね。おそらくこれぐらいだと思うんですけど、チャンネル的には。まあ、あとはね、全期間で、まあ一応、まあ今週にしとくか。で、のは何個ぐらいのアカウント系の動画が出てくるか。コナン名探偵入れた。これ入れたっけな？あ、入れてない。これ入れた。これに関しては入れた。これ入れてない。
これぐらいしかね、いったん、お前。確か NG を入れた。で、これはどうでもいい。これ入れた。予告なんかは別にどうでもいいっすね。結構よ、あのね、映画の予告だけはね、生きてるんですよ。映画の全部は消えてたりするんですけど。また歌は飛ばすんでいいとして。まあ、これも別にいいかな。これでもちょっと入れておこうか。一応これぐらいかな。まあ一応これでね、追加したチャンネルが全部でどんくらいになるかっていくと、まあ一応ね、一番最初、登録最初にした方のチャンネルはね、結構早めの方に出てくるんで、まあ、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。13のチャンネルが、まあ生きるか死ぬかになると思うんでね。まあその時はね、また別ね。まあ、来週の、まあ6月3日のね、日曜日のちょっと何時頃にね、動画出せるかわかりませんけど、まあ、一応ね、出せるときにね、この登録者、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。このね、13のチャンネルが、いくつ死ぬ、まあ、いくつポシャルか。まあ、ちょっとね、まあ、暇つぶしてかね、これ遊び感覚なんでね。まあ、しかも別に、まあ、そうなると、この俺のこの動画もね、消される可能性あるかもしれないんで、まあ、危ないんですけども。まあ、とりあえずね、1週間経ってこの13のチャンネルが、まあ、何個死ぬか、まあ、ちょっとね、まあ、楽しみに見ておきたいかなと思いますんでね。一旦、またね、この動画ね、来週にも続かせますんで、ちょっとね、まあ、お待ちください。でもね、意外とね、クレヨンしんちゃんとかね、本当にドラえもんだけはね、動画が全く消されてないんですよ、俺の見た記憶だと。なぜかね、この消されてんのがね、コナンばっかりなんですよ。ね、ルパン三世系も意外と消されてんのかな？おそらく日テレが一番、まあ日テレ関係の方が、まあ消してると思うんですけど、まあとりあえずね、一応、まあこの辺でね、残りの13のチャンネルがどうなるか、まあ一応ね、終わりにしたいと思います。ではね、この結果、来週の、3日のね、日曜日の、まあ、ちょうど今6時なんで朝の、まあ朝のとか、まああと4分ですけど、まあ一応ね、朝の、まあ大体ね、6時半頃にはね、この動画出せるようにしたいと思いますんで、ちょっとね、まあご期待ではないですけど、まあ、お待ちください。ではまたね、今日の日中のね、予想動画までお待ちください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。